今年も本人不在の誕生日を迎え、同級生たちは帰国への願いを届けようと合唱の練習をしています。めぐみさんが通っていた中学校には杉山アナウンサーが中継に出ています。杉山さん。はい、横田めぐみさんが通っていた新潟市中央区の寄居中学校からお伝えします。今音楽室ではめぐみさんの同級生の皆さんが翼をくださいを合唱しています。この曲はめぐみさんが中学1年生の時にここ寄居中学校での合唱コンクールで歌いました。今月開催されるチャリティーコンサートでもこの曲を合唱し、めぐみさんの一刻も早い帰国を願います。ここからはコンサートを主催する再会を誓う同級生の会代表の池田正樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日めぐみさんは58歳の誕生日です。今年も帰国を果たせない誕生日となりました。池田さんの思いを聞かせてください。13歳の少女が45年も経って58ですよ。もうすぐ還暦ですよ。もう時間のかかりすぎです。もう限界を超えてるんですよ。茂お父さんは亡くなってしまいましたよ。先へお母さんに何かあったら政府はどうするんですかって話ですよ。先へお母さんにはめぐみさんともう必ず抱き合ってほしい、明日にでも帰ってきてほしいって強く思ってコンサートに臨みたいと思います。その母早紀江さんに昨日池田さんお会いになったと伺いました。早紀江さんのご様子はどうだったでしょうか。早紀江お母さんはもう声がを出すのがですね、もうあまりできなくてもう小さい声で話をしてましたよ。もう恥も外聞もないわっておっしゃってましたよ。なりふり構わずめぐみを助けるって言ってましたよ。同級生たちももうなりふり構わず泣いてでも訴えますよ。普段はですね、翼をくださいは泣くのを我慢して歌い切ろうなって言ってんですよ。今回は泣きたかったら泣いてくれって言いますよ。それを全国放送、新潟でも放送していただいて世論喚起を起こしてめぐみさんを取り戻したいですよ。そういう思いです。めぐみさんの帰国を願うチャリティーコンサートは今月15日の土曜日午後2時から新潟県民会館で開催されます。ぜひ池田さんの思いを、そして横田めぐみさんの帰国を願ってぜひ訪れていただきたいです。今日は池田正樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。